それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ前に行くのはどの馬か。アイアンバローズ前に行きそうです。アフリカンゴールド、それに続いています。さらには AO ロイヤル、6番メロディーレーン、その後ろアフリカンゴールド、先手を取りました。その後ろからはグランオフィシー、ヒミドール、そのうちに続いています。その隣にワークスピード、そして大きく離れてセファーラジエル、この位置です。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。内からはフジマサインパクト、その外にアケールナロスター、並んで10番シルブロン、内からはキングズレイン、その外からレッドジェネシス、その外にジェットモーション、黄色の帽子ダンディズム、その後ろしんがりからマイネルウィルトス。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。7番アイアンバローズ、レースを引っ張ります。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。リードは1馬身から2馬身、これに続いてアフリカンゴールド、グランオフィシー、それに続いています。これに続くのがヒミドール、並んで2番ワークスピード、その外にメロディーレーン、その外にセファーラジエル。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンドバイを通過します。並んで11番レオーロイヤル、その外にアケールナルスター、内からはシルブロン、内からはフジマサインパクト、並んで1番キングズレイン、その外にジェットモーション、内からはデッドジェネシス、その後ろにダンディズム、最後方にマイネルウィルトス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から7番アイアンバローズ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、アフリカンゴールド、それに続きますグランオフィシー、それに続いていますヒミドール、それに続いています。並んで2番ワークスピード、すぐ後ろにメロディーレーン、並んで11番レオーロイヤル、セファーラジエル、この馬もこのグループ、隣にはアケールナルフスター、内からはフジマサインパクト、その外にシルブロン。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてアイアンバローズ、アイアンバローズ、後続を引き離していく。2番手はアフリカンゴールド、グランオフィシー、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はアイアンバローズ、離れてキミドール、内からはアフリカンゴールド。4コーナーをカーブして、さあこれからです。グランオフィシエ先頭、残り 200m、 先頭は変わってマイネルウィルトス、キングズレイン先頭、キングズレイン、デバル、キングズレイン、キングズレイン1着、2着にはどうやらマイネルウィルトス、3着にデオロイヤル、勝ったのはキングズレイン、このレースを制したのはキングズレイン。スタートしました。グランオフィシー、これはいいスタートを切りました。アイアンバローズ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアイアンバローズ花に立ちます。その後ろからはグランオフィシー、この馬も上がっていく構えです。さらにはアフリカンゴールド、6番メロディーレーン、その後ろアフリカンゴールド、先手を取りました。少し間が空いてレオーロイヤル、ワークスピード、すぐ後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。ヒミドール、それに続きます。その外からセファーラジエル、これに続いてキングズレイン、並んで3番フジマサインパクト、その外にアケールナルスター、黄色の帽子シルブロン、その後ろその隣にジェットモーション、ここにダンディズム、並んで5番マイネルウィルトス、最後方にデッドジェネシス。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。さて先頭に戻りましょう。15番アフリカンゴールド、依然として先頭、この集団にアイアンバローズ、その後ろからはグランオフィシー、大きく離れました。ワークスピード、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンドバイを通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。並んで6番メロディーレーン、これに続くのがレオーロイヤル、並んで4番ヒミドール、すぐ後ろにセファーラジエル、並んで10番シルブロン、マイネルウィルトス、そのうちに続いています。内からはキングズレイン、その外にジェットモーション、並んで16番アケールナルフスター、内からはフジマサインパクト、並んで9番ダンディズム、しんがりからレッドジェネシス。前の方からもう一度見ていきましょう。15番アフリカンゴールド、依然として先頭、並んで7番アイアンバローズ、グランオフィシー、それに続いています。そして大きく離れてメロディーレーン、この位置です。並んで2番ワークスピード、セファーラジエル、それに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ15番アフリカンゴールド、ア
アイアンバローズ、ほとんど差がありません。間を挟んでグランオフィシー、3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はアイアンバローズ、間が空いてアフリカンゴールド、4コーナーをカーブして、さあこれからです。アイアンバローズ先頭、あと 200m、 マイネル・ウィルトス後方から一気の足、束を一気にちきります。後方から一気にピングズレイン、マイネル・ウィルトス強い強い、マイネル・ウィルトス圧勝ゴールイン。2着はピングズレイン、3着にアイアンバローズ、勝ったのはマイネル・ウィルトス、このレースを制したのはマイネル・ウィルトス。スタートしました。ワークスピード、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくワークスピード行きました。続いて前へ行くのはアイアンバローズ、さらにはアフリカンゴールド、11番帝王ロイヤル、その後ろアフリカンゴールド、先手を取りました。そして大きく離れてグランオフィシー、この位置です。ヒュミドール、その前に進出、すぐ後ろにメロディーレーン、その外からセファーラジエル、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、内からはキングズレイン、その外にシルブロン、マイネル・ウィルトス、そのうちに続いています。その外にガンディズム、内からはフジマサインパクト、その外にアケール・ナルスター、その隣にジェット・モーション、しんがりからレッド・ジェネシス、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。もう一度先頭に戻りましょう。7番アイアンバローズ、一気に先頭に立ちました。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。ワークスピード、すぐ後ろピンクの帽子アフリカンゴールド、その後ろからはヒュミドール、これに続くのが帝王ロイヤル、すぐ後ろにメロディーレーン、並んで12番セファーラジエル、内からはキングズレイン、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。その外にグランオフィシー、並んで16番アケールナロスター、内からはマイネルウィルトス、その後ろにシルブロン、並んで13番ジェットモーション、この集団にダンディズム、内からはフジマサインパクト、最後方にレッドジェネシス、前の方からもう一度、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。7番アイアンバローズ、依然として先頭、その後ろにワークスピード、並んで15番アフリカンゴールド、ヒュミドール、それに続きます。これに続いて帝王ロイヤル、並んで6番メロディーレーン、キングズレイン、それに続いています。並んで12番セファーラジエル、すぐ隣にアケールナロスター、並んで14番グランオフィシー、その横にマイネルウィルトス、その外にジェットモーション、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はアイアンバローズ、ワークスピードほとんど差がありません。アフリカンゴールド3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアイアンバローズ、間が空いてヒュミドール、帝王ロイヤル、その後ろ離れてセファーラジエル、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ワークスピード、ここで先頭に躍り出た。残り 200m を通過して、これは強い。2番手は帝王ロイヤル、ワークスピード粘る、ワークスピード1着、2着は帝王ロイヤル、3着にピングズレイン、勝ったのはワークスピード、このレースを制したのはワークスピード。スタートしました。アフリカンゴールド、これは好スタート。ワークスピードちょっと出遅れ、ダッシュよくアフリカンゴールド行きました。続いて前へ行くのはアイアンバローズ、さらには帝王ロイヤル、2番ワークスピード、その後ろ先手を取ったのはワークスピード、少し離れてグランオフィシー、続いています緑の帽子セファーラジエル、その後ろ内からはヒュミドール、並んで6番メロディーレーン、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。この集団にシルブロン、ここにジェットモーション、キングズレイン、そのうちに続いています。その外からダンディズム、その後ろにアケールナルスター、内からはマイネルウィルトス、その隣にレッドジェネシス、最後方にフジマサインパクト、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。前の方からもう一度見ていきましょう。15番アフリカンゴールド、一気に先頭に立ちました。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。リードは1馬身から2馬身、アイアンバローズ、それに続きます。すぐ後ろに帝王ロイヤル、これに続いてワークスピード、ヒュミドール、それに続いています。その外にセファーラジエル、並んで14番グランオフィシー、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。内からはキングズレイン、その外にシルブロン、その外にジェットモーション、並んで9番ダンディズム、ここにつけたのがアケールナルスター、内からはメロディーレーン、
その後ろからはマイネル・ウィルトス、並んで3番藤間サインパクト。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。しんがりからレッドジェネシス。さて先頭に戻りましょう。15番アフリカンゴールド依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。これに続くのがアイアンバローズ、並んで11番帝王ロイヤル、ワークスピード、それに続いています。セファーラジエル、それに続いています。並んで14番グランオフィシー、内からはヒュミドール、その外にジェットモーション、内からはキングズレイン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてアフリカンゴールド、2番手はアイアンバローズ、帝王ロイヤル、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアフリカンゴールド、その外からはセファーラジエル、離れて帝王ロイヤル、間が空いてガンディズム。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってセファーラジエル、あと 200m。 さあ先頭は今度は帝王ロイヤル、セファーラジエル抜けた。2番手は帝王ロイヤル、セファーラジエル通り、2着は帝王ロイヤル、3着にアイアンバローズ。勝ったのはセファーラジエル、このレースを制したのはセファーラジエル。